このあのあるいはまあそういうあの活動家の視点からする賃金格差、この法案の、あのなんてううんでしょう同じ国と思えない、だから昭和35年は、離婚しない国で、国民、なんかあの,あの、うん、ウェットから,どからラテに変わったぐらい、結婚だけ見ても、国民が、今は当たり前に離婚する国みたいな。全くなんかあの そういうこうあの究極のフェミニストの方からすると仲間だと思われてないと思います。私はどちらかというとリアリストだから、このあの日本の国の政策決定をする場で一番の問題は先ほど申し上げたように無関心スルーなんですね。で例えば子供は国の宝だよねってみんな言っててそうだそうだって言いますよね。とか女性男女共同参画だと。 あの女性は大切だなんて言いますよね。言ってるだけなんですよ。この国の政治、日本の政治は見える形にしないと動かないんです。うん、その代表を務める議員はえっ、ー、と女性は9.9%だから1割もいない。9割の人が生理もない、妊娠もしない、おっぱいも出ない。 そういうい人たちなんですだから自分のことじゃないんで子供を産むことで特に育てることもになってますから日本は。でやっぱり自分がやってないやらなかったことについてっなりますよね人ってそれがもうずっと戦後続いてるわけでもうそもそも女性のこと子供のことはなかったがごとく政策が作られてるわけですよ。 野田大臣はあの日本初の女性総理になられるというあの希望を持っている人がたくさんいると思うんですけれどももうずっと目指してるんだけど <laughs> あの肝心の,自民あの総裁選挙って自民党の人しか選べないんでクローズドラなんでそこが弱点ですよね私の。